それでは森田太陽選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず2日終えてどんな感じですか？はい、ちょっと足の部は悪いんですけど、まだ乗り心地はまだ来た方なので、これから挽回できたらいいなと思います。上手に2個目スタートを持っておいていいですね。そうですね。はい、頑張ります。それマスク、はい、その長いのしてる人いてるけど、それ何マスクっていうの？はい、わかんないです。なんか買いました。それとも息しやすいんやろな。そうですね、随分違うよ。はいはい、と走り回ったりするのにはちょうどいいです。そうやな、ピットの中な。はい、やっぱりそうですね。整備するとき大変やもんね。整備すからプッペラ小屋から何から言うて。いやいやいや、はい、すいません。はい、ご結婚生活のことちょっと聞いても大丈夫なんですか？はい、大丈夫です。まあ、はい、超一流レーサーと結婚されて、はい、何かこうボートレーサーとしての心得みたいなのは変わった？はい、いや特に変わったことはないです。レースは見るようにはなったんですけど、心得的なのはそこまで。そのその話で、はい、レース見てこう指示を受けたりアドバイスしてもらったりっていうことはないの？あ、いや、自分のレース帰ってきて、ちょっと聞いたりしたらアドバイスもらうんですけど、そこまでずっとレース、毎日レースの話をしたりはないですね。ああ、はい、そう。なんか適度に。森田太陽インタビューなのに申し訳ないですけど、いやいや、回転寿司がめちゃくちゃ旦那さん好きなもん、はい、お前なの？そうです、はい、もう大好きすぎて困ってます。じゃあご夫婦でもよう行くんや？そうですね、はい、もう帰ってきたら大体付き合うみたいな感じです。すごいよな。だって普通に握ってもらえるお寿司屋さんに行けるのに回転寿司が好きやっていう。そうですね、楽しいらしいです、本人は。はい、まあ、確かになんかね、大人でも童心に帰れるようなところあるもんな。はい、いやでもなんかこう、なんでしょう、結婚されてから成績の方はちょっとやっぱりこう僕らはなんかこう、はい、また森田太陽だけ絡んでるかなっていう感じがするけど。そうですかね、うん、そうですね、なんか逆に前より気楽に走れてる分、なんか伸び伸びレースできてるのかなっていう部分は。そうか、気持ちの面でちょっとこう楽になって伸び伸びと走れてるところが。はい、あ、でもそれは大事だよね。そうですね。そうですね。さあ、この男なめシンデレラカップ、まあ、はい、2日目終えて、まあ、3日目になります。はい、まず常滑はどこですか？水面の相性っていうか。常滑の相性が、うん、今まで来たの全部あんま良くなくて、うん、ちょっとあんまりイメージつかめてないんですけど、うん、今節つかめて帰れたらいいなと思います。なんか選手に聞いたら風の向きが難しいって言うもんね。そうですね、なんか変わったりスタートも行くときになると止まってたりして、ちょっとビビってる部分もあるので、もうちょっとしっかり掴んで帰れたらと思います。わかりました。それでは、はい、後半戦に向けて、フォアの皆さんに抱負を聞かせてください。残り4日しっかり連か、ま、絡んで帰れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。森田太陽選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。